ちゃんこんばんは。おはようございます。まみチャンネルの時間でございます。今日はモンスターストライクをやっていきたいと思います。モンストなんですけれども、覇者の塔をやっていきたいなと思ってます。21回なんですけど、結構前に覇者の塔が最初に来た時に21回クリアができなかったので、リベンジを込めてやっていきたいなと思ってます。で、メンツがアヌビス、ルシファー、アリス、この3人でいきたいと思います。回復が出ないんで、そこのところ気をつけて回復パーティーです。はい、じゃあちょっとフレンドを選びます。はい、というわけでいきます。ルシファー、ルシファーでいけるかな。あ、大丈夫でしょう、きっとと思いたい。そんな、なんか覇者の塔初めて来た時よりは強くなっているはず。はい、頑張ります。回復なしか。大丈夫なのかな。まあ リベンジを込めてね、せっかくなので。おお、まあ、多分大丈夫だと思う。よし、そう、行くね。バリアが、でもこれで一面は大丈夫。まあ何かあったらアヌビスとアリスたちが回復してくれるだろうし。あ、友情にも当てたぜ。もう あ、いいじゃない、いい殲滅力そう、ルシファーがね、当たったんですよ。ツイッターでも報告したんですけど、ふっと一回引いたら当たってしまいました。本当はガブリエルが欲しくて引いたらルシファーさんが来てくれたっていう、すごいありがたいお話。お、君たちも回復するのか。そうか、お、いいね。お、雑魚が消えた、ありがたい。そう、今回はその斜めレーザーがすごい痛いらしいんで、基本的にそのあ、スピードアップ取る予定だったんですけど、いいでしょう。斜めレーザーが痛いらしいんで終わり。いっぱい取っちゃった。謎にアリスさんが暴れるって。よし、この調子でガンガン行こうぜ。あれ、ああ、当たらなかった。ボスが防御アップとかするらしいんだよね、その時は。あ、グッドになっちゃった。こんなことしてたら、ね、ダメージホールにやられちゃうんだよ。するね。私たちに回復を出してくれないのに、君たちは回復するのになんて贅沢なの。まあでもまだバリアは張ってるし、全然。まあまだ中ボスなんで。スピードアップを取ってもらう予定でした。よし、ボスだぜ。危なくなったら SS。 おお、こっちかな、ルシファーかな。
リアが地味にうざいね。そんなもう痛くないし、あ、確かに当たらんかった。あ、バリアがなくなってしまった。おお、やっぱアヌビスっていい子だ。うん、避けたね今の。ギリギリ。オッケー。なのに伸びた？聞こえなかった。なんちゃらかんちゃらって言ってたの聞こうと思ってたのに。あー、これ立て感で倒せませんかね。なんか。あ、よかった。重力バリアさえ消えてくれれば。使おうかな。あ、このね防御中はね、とりあえずザコを殲滅するのに専念しろって言ってたんですけど、友情でザコ殺した方がいいかな。あ、防御消えたね、防御消えたね。よし、ちょっと、うわ、引っかかってる。おお、いいマッチ、引っかかった。ナイスです。ナイスです。結構硬いね。耳悪いのかな。うん、うん、使わないでこ、サコ殺し、まず重力バリア殺したいな。オッケー。このねアビヨックもやだ。嫌じゃない？だってほんとは真ん中が良かったけれど、いいでしょう。私間違えた。やばいやばいやばい、え、失敗だよ。まあまあいいか。何してんだ私は。あ、しかも SS 使えばよかったね。防御の差なんかやつちょっと見るのが見れないね。ねえ、たまらん。ねえ、
忘れしちゃってもいいかな。いいよね。たまらないです。うわ、減らんの。でもアヌビスの SS までつなげば多分大丈夫。これで次 SS 打てば余裕でしょ。ストライクショット、うっしゃー。全然なんか余裕だわ、余裕だわとか言って余裕だ、余裕宣言しちゃったけど、21回なんか当時より上手くなったな感慨深い。やったー。まあ、この調子でね、リベンジ果たしたので22、23って取っていけたらなと思います。はい、もうすぐ終わるんですけど、はい、そんな感じでございました。今日のコーデです。今日のコーデはザクッと、もう家着です。明日はちょっと私服で使ってるいつものショッパーなんですけど、上はいつもの家着です。いつもこういうゆるっとしたモコモコニと冬は着ております。はい、そんな感じです。あとツインテールです。ツインテールとかおさげです。そんな感じでした。マミチャンネルツイッターやってるのでよかったらフォローしてください。いろいろつぶやいております。あとマミチャンネル、チャンネル登録とコメントの方も随時お待ちしております。そしてね、 LINE ライブの方も、生放送がね、次回1月24日日曜日21時から、また一緒にね、お話ししたりゲームしたりしたいなと思ってるので、よかったら来てください。そんな LINE ライブの見方なんですけれども、まず LINE のね、友達登録をしてもらって、ね、ライブってアプリもダウンロードしていただけたら嬉しいなと思うんですけど、そこら辺はいろいろごちゃごちゃしてるので概要欄に書いとくので、もしも興味があればご覧ください。一応友達登録の仕方はこちら。はい、あともう一点、 LINE のアプリで公式アカウントをいただけることになりまして、マミチャンネルわーというわけで、よかったらお友達になってください。いろんな配信したいと思っております。あと LINE のアプリで新しくライブという生放送配信用のアプリが配信されまして、そちらの方でもね、いろいろ生放送をどんどんしていきたいと思っているので、そちらのアプリもダウンロードしていただければなと思っております。そこの方でも友達になれるので、よろしくお願いします。カテゴリー、そっちのライブのアプリの方ではいろんなカテゴリーがあるんですけど、モデルの中のカテゴリーの中にマミチャンネルがいるので友達になってください。 LINE の方は多分今ここら辺に出してるので、きっとやり方を見てあげてください。はい、そんな感じでございます。はい、よろしくお願いします。ではでは、今日もご視聴ありがとうございました。またお会いしましょう。またねー。